404です。今回はこちらです。四つ葉クローバー6回目です。種をまいてから117日が経過しました。もじゃもじゃですね。前回確か7つの芽のうちの5つからよく見るようなクローバーの葉っぱが出てきましたっていう報告をしたんですよ。しかも全部三つ葉だったっていうね。で、残りの2つの芽からよく見るようなクローバーの葉っぱが出てきたら終わりなのかなって思ってたんですけど、どうやら違ってましたね。めっちゃ出てきました。実はですね、これだけのクローバーの葉っぱが出てきてはいるんですけど、まだしっかりと四つ葉のクローバーがこの中にあるのかっていう確認をしてないんですよ。なので今回はしっかりと見ていきたいと思います。果たしてこの中に四つ葉のクローバーはあるんでしょうか。それでは見ていきましょう。はい、ざっくりとではありますが見てみました。よく見るようなクローバーの形をした葉っぱは16個確認できました。そして気になる四つ葉のクローバーなんですが、確認できませんでした。どうしましょうかね。まあこの感じを見てみると、今後もどんどん増え続けていきそうな気配はするんですよね。なのでまだまだ望みはあると思うんですよ。ですのでこのままいつも通り育てていって、四つ葉のクローバーが確認できたら次回動画をアップしようかなと思います。いや本当にね、四つ葉のクローバーは必ず出てくるものだと思っていたので、ちょっとショックがでかいですね。まあ四つ葉のクローバーはそう簡単に見つからないからありがたみがあるんでしょうけどね。ちなみにこの中で一番大きいクローバーは約6センチとなっております。はい、というわけで今日は水やりは終了してますので、これで終わりたいと思います。おそらく次回が最後となると思いますので、どうなるのかお待ちいただけたらなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。404でした。バイバイ。